カさんごめんけど、ピカさんの下は役に立たなかった感じかな。クルーメイト、おおいえ。早い自覚はありました。私にもそういう時期がありました。オレンジオレンジハレンジハレンジみたいな感じですなないっす。いい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 、おはようございます。おはようございます。おはようございます。よし。よし。かかわらい。不思議な黒さんでした。せい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 。いやでも実はあのエレクトリカルで5人ぐらい閉じ込められてたんで、これ助かりました。なんか不思議な。なんか一気にドアを閉めた感じじゃない。そうですね。アッパーインスでも閉められましたよね。そうですね。アッパーの方も閉まってました。あ、じゃあ多分全閉め。電子メーカー。エレクトリカルだけ閉めてたら、エレクトリカルの中に一郎いるのかなと思ってたんですけど。ああ、確かに確かに。今、全閉めって、黒川さんがいたっけ、まあ、多分エレクトリカルも閉じ込められてたっていうタイミングでアッパーエンジンで閉じ込められてたので、多分全閉めだと思いますよ。でも、ストレンジ開いてましたよ。今、アベレージさんとすれ違う感じで下に行って、最後一周エレクトリカルの下なんですけど、エレクトリカル、じゃあストレージ通れた。ってことは、クロムさん白くない？じゃあ、クロムさん白いね。逆に。うん、なんでですか？全閉めって言ったのか、全閉めって把握してて言ったのかなっていう原さんの揺さぶりだったけど、実際はストレージ閉まったのがあったってことは、うん、本当だ、逆に白い、うん、あのそうなんか知らない人って感じですよね、うん、そのサボタージュを実際に動かした人っぽくないなっていう印象は確かにしますし、サボタージュを確認 してもないって感じですね。逆にそこまで読んでたらすごいなって思っちゃう。あえて白っぽけられる読み、いやでも白いと思ったけどな、今の結構あ、でもね、ワンチャン魔界公爵だから我々よりも崇高な知能を持ってるって考えると、あ、なるほどな、まあ、崇高な知能を持ってることは否定しない、魔界公爵だから、うん、あ、てかそもそもボタンを押した僕って白くないですか？白くないは？おかしいおかしいおかしい、はい、エレクトリカルのアドミン見ました、アドミン見ました、アドミン見ました、僕それでちゃんと押しました。え、じゃあ情報出してください。セキュリティ1いて、メッドベイ1いて、で、なんかカフェが最後移動して、で、9人ぐらいいたんで、多分大丈夫だなと思って押しました。この地震は多分本当に見てたと思います。いや、ね、ちょっとね、リアクター1を見逃してるのはダメですね。これね、センターじゃない、僕のことなんか好きなんですか？意識しすぎですよ、もう。違う、これね、停電。はいアドミンの余裕があるかな。グレーでいいです、グレーで。皆さん、タスクを頑張りましょう。タスクに伝わって。まあ、先端心理学的には 3% ぐらいですけどね。確信 3% ぐらいだけど、プロあるんじゃないかなと思ってる。3% 分ぐらい。行動履歴を教えてもらってもよかったな。なんかちょっと調整した感じがしたんだよな、押すタイミング的に。エレクトリカル向かってきてないのかちょっと不自然だなとは思うけど、これ 3% ぐらい、全然自信ない。これはいつもの先端心理学的なボタンを押す考察には届かない。
ピンク黒青はい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 やっぱりかやっぱりいやお見事です竹雄さんよくあると思いましたねはいアルトだけにアルトさんですやめてください、どこどこアルトさんの死体がカフェテリア右上にありました、はいカフェに上かマジかねすごいそれは通りましたけんそこあそうっすね右からあどうぞ先どうぞ私アドミンでそのコミュニサボが入る前まで見てたんですよその時に一回ストレージの方が閉まっていて、うん、その後カフェテリアでドアが閉まったんですよね、うん、でそれでカフェテリアのドアが閉まって開くタイミングぐらいでコミュニサボが入ったので多分そのタイミングで殺されてるコミュニサボ前で殺されてるはずおそらくアドミン情報はないですか、ピカ君。アドミン情報ごめん、正確に覚えてない。やっぱ一回コミサボが入っちゃったからゼロになっちゃって頭の中が。ああ。そうですね。コミサボ治った後僕見てカフェ1がずっと動かないままだったんで不審がって行ったっていう感じです、ね。いやもうそれは確認して見に行ったってことですね。一個いいですか。ちなみにゲンさんもさっきおっしゃってたんですけどカフェテリア、はい、あのコミサボになった時私左からコミサボ向かったんですけど右からコミサボに向かうゲンさんとはすれ違いました。だからその時に叱らなかったのかなっていう気はしたそうですね。ゲンです。ウェポンチュンチュン中にあのカフェのカフェのドアが閉まった状態になったんですよ。で、ツボに入ってる方が。で、まあ、ドアが開いて、でそっちはコミサボが始まったので、あじゃあコミサボ直しに行こうと思って、ストレージと、カフェテリア内の通路の方に左下にさーって下がっていったんで、その時にすでに死体はあったってことになりますね。でも皆さん目線、多分私が殺して下に降りてきたようにも見えてしまうなって思ってました。はい。原産に確認取ると、原産ウェポンから来たってことは、そこですれ違った人とかはいない。あ、いないです、ね。残り15秒だ。あ、アベレージカメラずっと見てました。で、はい、右側クロムさんいたんですけど、クロムさんどっから来ましたっけ？左からっすね。アドミンストレージシールド。ああ、オッケーオッケー。あ下からかじゃあいいよアベレージさんちなみにコミュニケーションの妨害中も見てたのはなんでだろうと思いました。現次をします。なんかいいかなと思ってありがとうございます。誰もいなかったんで押しました。ありがとうございます。ナイスです。ゲンさん押さなかったんだ。じゃあコミュニティ直後直前も見てたのもアベリーさんってことですか？直前見て直後も見てました。あ、はい、そうです、はい、あそれを見てるのを確認してます僕。セキュリティ1から2になったタイミングがありましたよね。それ最終だと思うんですけど、最終エレジーがセキュリティに入ってアベリーさんが見てるのを確認して。そうですね。あ、了解です。結構絞れません？あの、うん、アベレージさんは僕も見てるし、エレジーさんが見てたっていうなら多分カフェテリアまで結構通ると思う。中は分かんないけど最後は言いました。確かに。いやですね、絶対無理だと思います。そろそろ絞ってきますか。カフェに行く多分ゲンさんが探してるのもかなりいいと思う。ゲンさんが結構最終っぽいからですよね、うん、あれセンターさんって何してたんでしたっけ。コミュニケーションにいたのは見てもらうんですけど、僕セキュリティアッパーエンジンカフェテリア、アドミン、ストレージコミュニケーションですね。なるほど。はい、アッパーエンジンまでは僕はセンターさんのこと確認してます。カメラで見てました。カメラでメッドベイ通るってことか。まあ一応容疑者には入るんじゃないか。可能ですね。あ、まあ、ただ一応言っとくと、あトノジのタイミングでコミュニケーションがなりました。なるほど。あじゃあできないのか。あれ待って、ピカクロスさんいたっけな。私はねアドミンにずっといた。なんなら最終目撃は私、アルトさんは多分私で、アドミンから出てくるアルトさん確認してる。あごめん、直進したかもコミュニまで。まあとりあえずあとコミュニケーションにいたのはあごめんコミュニの話か失礼。いや待ってます。黄色黒青です。赤い原産目線の範囲に絞るまで行きたい。この時間原目線だと竹雄さんが結構怪しくなっちゃうんですよね。なるほど。竹雄さんがアドミンに来る前どういうルートだったのかっていうのをお聞きしたくて。
え、リアクター直してから、はい、リアクター直りましたよね。リアクター直して、十字路あたりで5人ぐらいいましたよね。で、その後に、LG さんもちゃんと下降りるの確認して、下降りて、エレクトリカル行って、ストレージ行ったの見て、コミュニサボなった後にカフェテリア入って、レポートです。つまり、カフェテリアに一本立ち寄ってないという主張ですね。そうです。次、放つならせめて、原産のなんか対抗馬くらい設定したい。そこまで行きたい。ちょっとこれ私つらしそうだな。そう、それだとね、村の時やばいから。見つけた。ありがとうございます。なんか竹雄さんがセルフするメリットもそんなにないと思ってるんですよ、うん、正直。あ、竹雄さんが見つけたのか。あ、そうですなのでなんかその時ピカさんがよくわかりましたねっていうリアクションされてたあたりは多分ピカさんもアドミン見られてたんですよね、うん、あ、そうですよ、アドミン見てました。で竹雄さんが、うん、私はないと思って下に降りたところ、竹雄さんが上に向かれて発見だったんで、うわマジかと思った感じでしたね。で厳密にちなみにサントスさんほぼないです。サントスさんは左の通路から、うん、あの下に降りてたので、現となんか対照的なルートを通られたイメージです。なので、サントスさんが右上でキルするっていうのはかなり考えにくいので、サントスさんを外し、であとはそうだ、まあ、さっき浮き一っておっしゃったアリバイのない方々、ちょっと完全には把握しないんですけど、その辺にどれかいるんじゃないかなぐらいしか、ちょっと現目線では。いや、クロムさん、あの下からだ、あの下から、僕、確かカメラで確認してて、下から。シールドの方面からですね。で その前どっからでしたっけ、クロムさん。ちょっとあんま、まあ、アドミン、ストレージ、シールドで、その後コミュニケーションがなりこびずの後に右かな、多分シールドナビゲーションの方に行ってると思う。あ、まあまあでもベントで可能だと思うけど、コミサボが例えばカメラ封じでナビゲーションのベント使って飛び出してきたっていうんだったら、黒川クロムは確かに容疑者候補になるぐらい。まあ、一応でもコミを直したのはコミに一番最初に入ったのが黒川クロムで、コミを直したのも黒川クロムですよ。それはそう、それはそう。無理じゃん。やばいな、原産目線大変だなこれ。ね、僕とかは入んじゃない。うん。全然。ちなみにあのセンター、サントスさんはカフェに入る前どこにいたんですか。私あのメッドベイの方に向かおうとした瞬間コミが鳴ったから、そこで U ターンしたんですよね。あ、じゃあサントスさんもまあまああるのか。あのあると思いますよ。あのカフェの左上やって出ようとして、でコミ鳴って U ターンしてゲンさんと合流したんで、せめてペアぐらいまで今日行こう。まあ、ゲンさんと誰かペアにしないといけない。竹雄さんってどうですかね。私はじゃあサントスさんかな。センターさんはまだちょっと半々ぐらいでした。ゲンサントスのペアコードで動く。ゲンサントスのペアコードで動く。じゃあタスクほとんど終わってるんで、サントスさんどうぞ。あ、本当ですか。あ、ありがとうございます。はい。あ、全然疲労も出る気もする。シールドのタスク終わってたよかった。水色、緑で、ね、ありがとうございます。あら、死んでるピカチュウね。ゲンサントスさんは無理です。はい、どこだ。じゃあ違う人が殺したってことですね。ここ出したい。どこですか、最後の見た方いますかね、ピカクロスさん。いや、あ、そっか、ボタンなんか。そう、ボタンですよ。そうそうそう、ね、エレジアドミンで最終見てたんですけど、結構位置が散らばってて、うん、どこだったかな、シールドとか。
そうですね、その辺はあったと思う、多分。で、シールドセキュリティはい、いたと思います、11。そう、多分だから。多分、一番最後ですか、クロマさんじゃない？一番最後ですか、うん、どのタイミングなの、アドミン情報かっていうのは。はい、本当に、なる3秒前ぐらいですね。なる3秒前ぐらい。竹雄さんがで多分出たタイミングで僕入ってきたと思うんです、はい、ステージ入ってきたと思うんですけど、はい、その見たぐらいですね。なんか変な右とかに死体を回そうかなっていうので、死体探しに行こうとしたぐらいだったんで。今多分ピカクロスさんの死体探してるんですよ。そうです。まあそう、まあ、誰かあのリアクターだったんで、リアクターの反対側に誰かいないかなって感じで、アドミン利用としてくれたんで。ケイサーは3回会って、多分その道中死体ないだろうから、多分です。なかったっす。あと最終僕リアクターで直してます。一緒に直すんです。はい。アベレージ、クロムさんとシールドからずっと一緒に行動して、ナビゲーションで一旦離れた感じでした。あ、で右側は多分死体あんまないかなって。現実を見ました。アベリーさんとクロムさんがセットで、はい、ゲームさんのペアとクロスするのを見ました。アベリージクロム多分右側じゃ死体なさそうです。あの先端さんも通ってるし、あ、そう、5人が侵入してない。初動 LG とあと先端さんとあと誰か一人ぐらい右だったと思って、僕もリアクター直したのが誰か、そもそ も僕と K さんです。先端さんとね、さあ候補がこれ結構あれだぞ。竹雄さんじゃない？うん、竹雄さんの気するか、ペア組何がのにローカーかな。あー、まあ死体がないからね、かなり竹雄さんは怪しくなっちゃうけど、ピカクラスさん見た人いないんですか？あ、死体消し見てないですね。サントスペア、じゃあ、あ、どうぞ。いや、僕じゃないことはこの利がないことで割と証明されると思うんですけど、死体消すぐらいしかメリットないじゃないですか。そうなんですよね、それもそう。いいじゃないですか、ペアに狼がいた場合、うん、全然消した方がテンポ早くいくから。出ないかな。ありがとうございます。ありがとうございます。ピカクラスさんの動向をちょっと考えたくて。はい、さっきのターンです。ピカクラさんのターンの分かる分かる。最初左行ってる。最初左行ってる。クロムさんとピカクロス君が左の方に行ってるのを僕確認してます。で、クロムさんはその後に、停電起こった時にクロムさん、停電直しに来てるんで、ピカクロスさんは来なかったから、まあ、まだ左側いたんだと思うんです。あ、先端さん、ごめん。あのリアクター最後直すとき、下から回った、上から回った？下からスロワーから。じゃあ上から回って僕なかったので、おそらく部屋の中で殺されていることがほぼ多分透けていると思っていて、多分停電直したところとかのところから弁当殺しな可能性が結構高いかなと思います。セキュリティカメラドベリー死んでるってこと、ね、うん、あ。一番最後に僕上から回って先端さんが下から回って死体を発見していないので。なので部屋の中かと思われます。エレクトリカルから、停電直後のエレクトリカルからは、無理です。僕が最後まで出たの。なるほどなるほど。でかつ、初手で左に行ってるにもかかわらず、左ルートで死体がないってことは、まあ、カフェテリアなんじゃないかな。僕は部屋の中ってよりカフェテリアな気がしますけどね、まあ、一応カフェテリアに最後入ってるんですよ。右からウェポンから右行ってボタン待機している竹雄さんを見ているので、右上左上左下にあったら分かんないですけど、右にはないです。カフェ右にはないです。あ、多分今あダメだ、これ確率というか可能性が今分岐しちゃってるから、うん、多分このピカクロス殺しからは無理だから、多分今ペアセットのゲン・サントスが一番情報としては熱い。ピカさんごめんけど、ピカさんの下は役に立たなかった感じかな。いやでも白い人はでも割と自分出せるんじゃないか、うん、あ、確かに。ピカさんは無理だと思う。はい、行動的にかなり被ってたから。エージェント目線でも序盤戦が寒いだと思う。どうします？他の村意見ですけど、継続でもいいですし。ペアですか？あ、ペアは継続していいかな。継続の方がいいと思いますよ。あ、オッケーです。多分あの殺人がゆっくりなことからペアに人狼がいそう。いや、クロムさんは竹雄さんがボタン、あの切り捨て即ボタン押しはないっていう話ですか？いや、わかんないです。ずっと待機してたんで。ずっと待機してたって、エレジーさんの証言でわかる。まあまあ不毛になっちゃうか。そうだな。もういいか。
なんなやつでこれ。お疲れ様です。すみません。ありがとうございます。なんか最後まで、最後まで僕の原価直しました。下直した。いやいやいや、僕押したら僕押したから。あの、まあまあ大丈夫です。直ったのでありがとうございます。あ、ごめんなさい。レディさんどうぞ。はい、僕がボタンを押した理由が、なんかさっき最後の方に武雄さんから僕の名前が出たので、一応気になっておして、LG 目線、リアクターになって、ちょっとしたぐらいで、まあすぐぐらいかな。で、アドミンに行って、そこで武雄さんが出ていくのとすれ違ったので、さっきリア、ピカクロスさんの死体があった日にリアクターどれだけの時間で直ったか正直ちょっと記憶はあやふやなんですけど、まあカフェテリアでやったとしたら本当にやって即レポぐらいしか難しそうかなっていう。いや、LG さん目線だとアドミン情報を見てたっていうことじゃないですか。はいはい、だから最初、最後にカフェのボタンが押されるときにカフェテリアが1だったら僕のカフェテリアでのキルってないですよ、ね。あ、1だったんでしたっけ。違うんですよ。LG派のちょっとカフェテリア見てから、死体を、シールド側に探しに行こうと動いてしまったので、ちょっと最終の最終までは見れていなくて。3秒ぐらいって言ってませんでした。3秒ぐらい前までやったから、3秒ぐらい前まで見てたんで、その時はやってるとしたらその3秒かな。その時の情報はカフェテリアいくつでしたっけ。1だったと思うんで、それ武雄さんだったら、まあその時のキレではなさそうかなぐらいですね。ちょっとごめんなさい、あやふやで。しばらくね。1だったら武雄さんやってないですよ。だってさ、クロムさんが見てるでしょ。で、はい、ベッドベイ、エレクトリカルセキュリティって言いました？人数2人とか。ね、メドベに1多分あったかな。ちょっとごめんなさい。ですね。申し訳ない。せっかくアドミンで申し訳ないです。難しいですよ、もう覚えない。まあまあ、明日1は分かんないから。そう。せめて、タスクで。0.9 メモリ、0.9 メモリ、かなり。現在、先ほどさん、あ、ですね、サンドさんも終わりました。いや、まだ残ってる。え、あ、そうなんです。ちょっとだけだ、あと2だけど。わかりました、じゃあ、ついていきます。終わったら踊ってください。はい、あ、わかりました、終わりました。まあ、2なんで、2箇所、2箇所で見えると思う。いや、踊ります、踊ります。現サントセガイってつけてます？ない、つけてない。了解です。サントスさんは硬そうだな。ケイさんも一応あり得るんだよな。ウェルートから行ったんだったらあり得るが、あそこでちょっとする必要ある。だけやらせて。熱っ。はい、押しました。えぐすぎるこのボタン。すごいボタンが。いやですね、はい。報告です。K 終わりました。残業しなかったです今回。タスク終わったので。アベレージさんが終わった。他終わった人、多分もう一人二人が。ゲン終わってないです。ゲン。そうですよね。ペアしてましたもんね。めっちゃやってたんですけど、残り二つなんですけど。僕も終わってない。あ、私があと1になりました。エレジータスク終わってます。ゲンさん先やる次。ゲンさんついてくる。わかりました。ゲン、あと、アドミンのスワイプカードとセキュリティマリ十字路のミックスワイヤリングと。センターさん終わってないって言いましたっけ？カード1個だった。あ、じゃあセンターさんに一応ついてきますわ。なんかそういった形で動きしたら多分ほぼ勝つと思う。えぐい作戦。ボタンを押せば。クロムさんってタスク終わってます？終わってますよ。嘘？終わってるよ。あんだけサボタージュ直して。すげえ。うん、もう終わってる。確かに。全然いいんだよな。余裕でセンターさんについてきます。多分なんかゲンサントスに一応まあ私は逆にゲンさん全然やってないけどタスク進んでるからゲンさんに見えるけど、まあいいや。ゲンはさっきセンターさんに押された時もそうですけど、今回ほぼタスク優先で動いてるので。そうですよね、序盤めっちゃ終わってたんですよ。ロムサントスかな。残り2個だったんですよ最初の事件の時点で。私序盤リアクターとかコミュニケーションとか緊急を優先したからあんまり終わってなくてちょっと時間もらってましたが、あれっすよ。ちなみに黒川2回前くらいに終わってて、最初の方のサボ全然直してないですよ。コミュニケーションからっすよ直したの。
あ、そうなんだ。リアクターほとんど直してない。いや、リアクターは全然、さっきともう一回。リアクターは行くたびに少なくてドキドキしたもん。これは全然無駄だな。無駄だな。直してないです。セタさん、あのサボを凝ったら直しに行きましょう。サボ負けぐらいだと思うんだと。でもそれやるんだったら僕、Kさんがサボタージって僕、タスク優先した方がいいんじゃないですか。あ、もちろん、そっちでもいいですよ。じゃあペアのせいでサボタージュ負けもありえると思う。あ、オッケーです。じゃあサボ怒るまでついてってサボ怒ったら僕向かいますわ。特に先端さん怪しんでないんで僕。多分。ゲさんついてきますね。次の会議から。あ、てかまあまあいいや。てかあんまり意味ないと思いますけどね。ドミ行きます。タスク勝ちしたいんだったら。多分。タスク最優先がいいと思うけど。エレジーさんな気がするなこれは。エレジー。ジーさんとすか。今日の決意が足らないランキング第1位はごめんなさい。思い出すのあなた、思い出すのあなたは、スマホの充電バッテリーをなくしちゃうかも。ありがとう。いやごめんなさい。気にさせなかったんだ。全然遅くてごめんなさい、タスクが。タスクじゃない、ドキリが。いやサンタさんエレジーさん。サンタさんエレジーさんか。いや、初動ビビっている間にタスクがめっちゃ進んじゃって、もう、もっと早く押してくれ。センターさんかと思ってた。違った。あれ、多分お互い多分疑い合ってたと思う、多分。僕視点、エレクトリカルで、なんか、ちらちらクロムさんが来てたりしたから、多分。はいはいはい、センターさんがワンチャン、センターさんの方に行ったのはセンターさん怪しんでて、エレクトリカルのセンター入ってねえかなと思って行きました、ね、逆に僕を殺しに来たのかなと思って、多分お互い疑ってたなとそっから疑ってた。でも その後の証言白かったから違いそうだなと思った。ゲンさんじゃなかったんだ、インポスター。あ、僕はサントスさんに殺されました。僕も思いました。サントスさんどういうルートで行ったんですか。そこ、私カフェの右上で殺して、でカフェの左上に行って、なんだっけ、コミュニケーション鳴らすまで連打して、コミュニケーションを鳴った瞬間に、ちょっとメッドベイの手前くらいまで行って、右に入っていった動きを出したって感じですね。すごくメッドベイ前通路から来られたように。ゲンさんの出した話はあった。私がちょっとその後話のついつま合わせるのが下手くそ、はい。なんかカメラ見せた話があったんで、メッドベイから出た話にすると、なんかすれ違ってるじゃんが嫌だったんで、カフェから出たんで正直バンクになってるも、まあなんかアベリーさんの見逃しにかけて、メドベイから出たって主張した方が強かったなっていうのはちょっと反省です。ゲンさんのペア気味が強かったですね。うん、しっかりと、うん、強かったですね。ちゃんとさんにロックオンして。多分竹尾ゲンでやってたら、タスク勝利が終わってなかったと思うんで、チーペースの方で負けてました。あれもう K さんが押してくださった時、ボタン押した時点でもう勝手な勝ち筋でキルクール開けた瞬間に両上でどっちかがレポーター上がって、6人2ローでの議論に持っていくしかなかったかなと思ったんで、まあだいぶきつかったですね、勝ち筋。最後の前のボタンがマジですかですね。負けたら殺そうと思ったらいけないっていう。褒められてる、やったやった、ありがとうございます。ケイさんがマジで怖いですね。でしょ、いいブルートペーパー。いやもうめっちゃ狙ったんです、狙ったんです。いやーもうケイさんマジですごい。そう、あれマジですごくてね。とどめさせましたね。ふんわりしてる。ちゃんとエレジーさんって言ってたし、すごい当ててるなって思いながら聞いてたんですけど、唯一ひでえなと思ったのは、ピカクロスの下役に立たねえ。言うとりましたね、サイコパス。なんかそう、だからあれがサイコパスの片鱗が綺麗に見えたなと思って、怖えなと思って。あれ全然役に立たない。ならないもん。あれどこでだったんですか。セキュリティで、ピカクロスさんがカメラつけた本当に数秒後ぐらいに殺して、でメットベイにイベントに行って、竹尾さんに合流しました。だから実は調査だから、実はそうだから、センターさんとケイさんの詰め方がまさしく正解で、廊下に死体がなくて部屋にある詰め方で、おそらくメッドベイかセキュリティだろうっていうところまではほぼ正解でした。そうですね、もうまさにやられました。人狼っぽい議論しちゃった。やったね。